いやーわー <laughs> 三かーと思っうんなんとなくやっぱり親しいですわね生き方もそれから場所も <laughs> うちの割と近くだったんです三等家がいた熊本の <laughs> からああ三等家かっていう感じ今までいろんなの頂い,いて「<laughs> あ紫式部」っていう時はあちょっとイメージ浮かばなくて <laughs> でもまあほら大先輩っていうのは。<laughs> で太郎っていうのも <laughs> わあ、子供の時読んで読んでましたから。で、高見淳っていうのはよく知らなかったんですよね。でも、三等花って、なんかもうちょっと。親しいような感じがありましたね。ね嫌なんですよね。実は三等花賞っていうのをいただいた時に。<laughs> えじゃ、あもっと放浪しろってことか,とかみたいに思って、落ち着きたいなと思って。いたんですけど。で、好きじゃないんですよ。私別に。その、旅行っていうのがしたことなくて。その。 観光旅行とかでもまあこうやって三とか所っていうのにつながったらあまあ悪くなかったかなと思いましたね。で今まで仕事が必然に迫られてっては言いながらやっぱりずっとその移動するっていうことがテーマになってきたし今,今やってる一番この私のメインの仕事っていうのもやっぱりそれがメインなんですよね。あのなんて言うんてううだろう 移動するっていうのが一番中心に来る仕事なので、本当に落ち着きたいんですよね。なんか一箇所に落ち着いて庭かなんか作って散歩してっていう生活がしたいですね。私はな幸せな生活したいんですよね。<laughs> 一箇所にあのとどまって。 感謝祭とかなったら孫がみんな帰ってきて「おばあちゃん」とかって言ったら料理してて「ちょっと待ってね」みたいなそういう生活したいんだけどどん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 そっちから離れると言ってしまう。<laughs> <laughs> 本当にこれはね私の意思じっていうのこれかな一つ選ぶんだったら「歩き続ける」「彼岸花咲き続ける」。 この、ね、この続けるっていうのがなんか好きなんですよねで私書いてて割とよくつ書く「続ける」っていうのをでその書くたんびに漢字でワープロだと出ちゃうじゃないですか。でいちいちひらがなに直しててでも時々漢字にする時があってなんかね自分の中で何でこれを漢字にするのかってことをこう 説明をししながら漢字にと、ね、いうことはなんか私にとってデフォルトはいつもそこで平なで何とかし続ける歩き続ける書き続ける生み続けるっていう感じで「続ける」があってなんだかとっても大切な言葉なのかもしれないっていうのが2回続けて出てきたんで,でもう一つあるんですもう少し下にね「えー、っと子の芽草の芽歩き続ける」これもねあるんですけど詩としてのインパクトは最初の方がありますね。 で今私が住んでるところが熊本の河原っ畑でその河原の上を集合住宅の人たちがまあいろいろと市か県が持ってる河原ですよ、うん、で日本人すごいなと思うのは耕してなんか作っちゃうんでですよでうちのマンションの前,前ってもうみんながよく手入れしてるからいろんなものがもう四を料理に咲いてるんですけどそのい一列にずっとここのところを彼岸花が咲いてたんですね。うん でそれが何にもなかったとこからヒュヒュってニューッと出てきてもう何年もそれがあるんですけどもう茎が出てきて「あら出てきたわ」とかって思ってそうするとつぼみが出てでまたしばらくすると咲き始めてで今はここに東京に来る前はもう,もう終わりだったんですけどもうたんですねでそれを見ながら毎日散歩している状態だったので特に。 染みました。続くっていうのがポイントですね、うん、この詩的にはね、うん、で自分の心の風景的にはやっぱり道をのところにあるっていうずっとあるっていう、うん、こうほらりでこうあるんじゃなくてこうあるっていうのが他とちょっと違って面白いなっていうのが関係ないって言えないんですよね。<laughs> えー で単なるこういうのはもう単なるものじゃないですか。三等官が選んでくれたらまた違いますよ。<laughs> そうりゃ嬉しいと思うんですよね。<laughs> で同じように紫式部が選んでくれたらすっごい嬉しいと思うし、佐藤がその手ずからあ広美じゃなくちゃっつって選んでくれたら嬉しいんですけど、そうじゃないっていうのも知ってますよね。でもなんかねあのしょって不思議なものでいただいたらその後その名前を冠したものがこうなんかやっぱり。 どっかに人生に引っかかってくるんですよね。で、どんな風にって言われても。村式部は村式部だし、ひろみはひろみだし。朔太郎は朔太郎だしって、さんとお母さんとか,三党か,三党かだと思うんですけど。なんかね、今までよりはもっとね、近くしくなるかな。でも、そのじゃ、フォローの生活をしたいかって、したくないんです。さっきから言ってるように、<laughs> 落ち着きたいんです。めっちゃ面白いです。面白いですか。<laughs> もう、たまんなく面白いです。い,ですいやー。 ああ <laughs> 学生面白しかわいいし何だろうこの「イッカルポエトリー」ってこれねこれもね雑誌なん,ですよ詩なんですよ詩人たちみんなで集まってこれ作ったんですよね。で教えてる人たちがその彼らがもうデビューできないでしょなかなか。でもさせてやりたいなと思って。でじゃあ作ろうかっていうんどそれぞれ。 あの私たちがお金出すからででもやっぱりこういうのやってやろうと思う気持ちにさせられるっていうのがあるんですよね。なんだかねいっつもどっかにね後ろめたさがあってねそのいわゆるこういう死詩に戻んなくちゃいけないのかなって気もあるんですけど今のところは全くないんですよね。 戻る気がであれをやっていたら自分の表現じゃなくなっちゃうような気がしてでもじゃあ自分が書いてるものを小説って言い切るだけの何かがないんですよねむしろねなんかね塩を突き詰めたらこんなになっちゃったのにっていう感じがあるんですだからどこまで行っても詩人なんですよね 本当なん,か今んとかみたいなどこまで行っても詩人っていうかねなんか本当に考えることはなんかだから今後もねいろんなのやりたいんですけどで何やるか分かんないんですけどやってもやっても詩人あっ <laughs> 書いても書いても詩人。